バーエンドバーとバーセンターバーを取り付けたトンボハンドルの例。バーエンドバーは自転車の部品の一つ。ストレートハンドルやトンボハンドルの末端に取り付けることにより、その欠点を補うものである。ストレートハンドルは非常に強力なグリップ力を発揮することができるが、人間の手首はそもそも体の前にある水平の棒を握るのに適していない。また、 動作が単調になりがちな長時間のツーリングでは、ハンドルの握り位置が1パターンしかないことが手首を呼び、腕の疲労につながる。この欠点を補うための金属のバーが、バーエンドバーであり、まっすぐなものから遠曲したもの、60mm 程度のものから 120mm を超えるものなど様々な形態がある。前述のように、肩幅のラインと垂直になっている。 バーエンドバーを握ることは手首、腕の疲労を抑えることができる。ハンドルの両端にやや上向きの角度で取り付けるため、途半やダンシングの際に上半身の力を込めやすくなる。右折、左折の際にバーエンドに手を置いておくことにより、いざという時のカウンター動作が容易になる。フック状のものが、 ハンドルの端にあることにより、集団走行の際に危険が発生しやすいという意見がある。このため、フラットバーでの参加が許可されていないレースや、集団走行会でも使用を禁止されることがある。2005年頃より、バーエンドバーを、ハンドルの末端ではなくハンドルの中心付近につけることが、日本の一部フラットバー乗りの間で見られる。これは、バーセンターバー。 触覚バーと呼ばれることが多い。肘ごと腕を預けて前傾姿勢を強化する DH バーの手の平板とも言うことができ、操舵性、操縦性は著しく落ちるが空気抵抗現象により走行スピードのアップに効果がある。ありがとうございます。